江本の HR の澤田です。今回は株式会社スタンバイさんが運営するスタンバイという求人検索サービスについてお話をしていきたいと思います。ズバリ今回お話ししたいのはこの2点になります。スタンバイの仕組みや概要について、スタンバイに48億円の価値はあるのか、この48億円という数字なんですけれども、こちらの動画でいろいろお話をさせてもらっていますビジョナル株式会社さん、東証マザーズへの上場が決まりました。その決算の数字を見るとですね、詳しい部分割愛します。動画の方を見ていただければと思うんですけれども、昨年スタンバイ事業を移転した利益が47億9900万円と約48億円ですね、ありまして、これがスタンバイの価値だと判断されたということだと思います。ということで、そもそもスタンバイとはどういうサービスなのかということ、そして果たしてスタンバイの価値は48億あるのかということですね、この動画では考察をしていきたいと思います。それでは本編へ行きましょう。それでは早速スタンバイについてお話をしていきたいと思います。ちなみにここからは資料を使ってお話ししていければと思うんですけれども、この資料は弊社で作成したものではなくてですね、スタンバイさんからご提供いただいているものになります。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。まず会社概要からなんですけれども、株式会社スタンバイという会社は Z ホールディングス、ビジョナル株式会社、この2つの会社が株主の会社になります。Z ホールディングスさんが 60%、ビジョナルさんが 40% ですね。そしてスタンバイとはというところなんですが、スタンバイは求人検索エンジンということです。求職者はキーワード、都道府県を入力して求人を検索しますと。まあこれもですね、非常に使い勝手のいい仕組みになっておりまして、例えば東京でジムを探したい場合は、キーワードにジムを入れると。都道府県には東京を入れる。そうすると東京都のジムの求人案件が一覧で出てくると。まあ、こういうサービスになっています。そして各社の採用担当者は、このスタンバイに求人を掲載をすることができると。こういう形になってますね。はい。で、このスタンバイなんですけれども、どういう属性のユーザーが流入しているかというと、こういう感じみたいです。エリアはまあ、おそらく全国なんでしょうけれども、まあ、東京 24% と多いですね。次に大阪が多いと。その次に神奈川が多いと。あとは、愛知、埼玉、北海道、福岡と 4% ずつありますと。残りの都道府県もあると思うんですけれども、比率が小さいので、ここには出していないんですかね。で、あと性別ですね。女性が 53%、男性が 47%。女性の方が多いみたいですね。で、次に年齢。一番多い層は25歳から34歳と。で、35歳から44歳。この2つが多いみたいですね。で、55歳以上の方もまあいらっしゃると。で、男性は 18% なんですが、女性 8%。まあ女性は非常に少ないんですね。これ以上の55歳以上の方でそんなに休職されている方がいらっしゃらないってことなんですかね。次にですね、このスタンバイの特徴。これがですね、結構大きくてですね。基本的にはこういうものって、Google の検索エンジンだったりとか、あとは広告出稿してそこから流入持ってくるとかですね、こういうやり方するんですけれども、なんと Z ホールディングスさんが 60% 株持ってますので、Yahoo と連携をすることができると。ここが一番の強みなんですね。で、スタンバイさんの競合で言うと、もうインディード、求人ボックス、もうこの2つになると思うんですけれども、このサイトはどちらもですね、Yahoo と連携しているわけではないので、圧倒的に優位な部分かと思います。この資料の Yahoo 検索の強みを生かした露出強化、過去リーチ拡大というところの図ですね、見ていただきたいんですけれども、Yahoo で、例えばこれ、カフェバイトって書いてますね。あと、東京都求人とか、ジム求人とか、そういうお仕事を探すようなワードで検索すると、なんとですね、問答無用で、Yahoo の検索エンジンでは上位表示されると。もうこういう特性があります。もうこの時点で Yahoo の検索エンジンで言えば、スタンバイさんに勝てる求人検索エンジンは、まあもうおそらく存在しないんだろうなということですよね。Yahoo の上位に出てくる仕事の一覧をクリックすると、まあスタンバイのサイトにそのまま飛んでいくと、まあこういう仕組みになってます。じゃあその Yahoo ってどういうものなのっていうスライドですね。Yahoo Japan には大きく3つの特徴があります。まあ、たくさん100以上のサービス、たくさんあります。まあ、でも Yahoo さんも有名なんで皆さんご存知かなと思うんですけれども、月間ページビューはなんと780億回あるらしいです。780億回ってすごいですね。大体個人のブログだと、100万 PV とかって行くと、すごい結構行ったねって言われるような、まあ、人一人が生きていけるぐらいの広告収入が取れる、まあ、ようなイメージなんですけれども、まあ、全然規模が違いますね。780億。半端ないですね。日本トップクラスのマルチビッグデータ、まあ、たくさん出てありますよということです。はい、他にもですね、Yahoo さん、ID を登録して、いろんなサービスを受けられます。その月間ログインユーザーの ID は、4901万ユーザー ID ですかね。
ありますと。有料会員になるといろんなサービスも受けられるんですけれども、これが2762万 ID あるということですね。はい。もうちょっと数字がですね、大きすぎてピンとこない部分はあるんですけれども、まあ、とにかくですね、Google と Yahoo でやっぱり Google の方がシェアは大きいと思うんですけど、Yahoo もたくさんも利用者がまだまだいらっしゃるということだと思います。次に、広告枠の仕組みということで、スタンバイはですね、無料枠と有料枠と2つに分かれてます。で、無料枠は、スタンバイさんがネットの海から求人情報をガーッと取ってきてですね、このスタンバイのサイトに掲載をしていっていると。まあ、あとは無料で掲載させてくださいというところで、管理画面から誰かが掲載した求人が出てくると。これがもう完全に無料の枠ですね。で、それとは別に、有料の枠というものもあります。ここはお金を払って掲載をする場所です。で、お金を払うとどうなるかというと、無料の場合は自社の求人が出るか出ないかわからないんですね。なので確実にスタンバイから流入が欲しいという場合はお金を払って有料枠を掲載すると。で、これがもうワンクリックいくらっていう成果報酬のクリック課金制になります。今はですね、求人サイト運営されている方は結構スタンバイさんの広告出されてるんじゃないかなと思います。じゃあどうやって求人掲載するのかって話なんですけど、これがまあクローリングとデータフィード2つありますよということですね。まあこのあたりちょっと技術的な話になるんですけれども、まあクローリングというのがさっき言っていたインターネットから求人をデータをガーッと取ってくると。で、スタンバイに帰ってくると。で、それをスタンバイに掲載すると。で、これロボットが取りに行ってるみたいな、そういうイメージですね。で、自社の求人サイトがあったとして、これをスタンバイに読み込ませると、ロボットがまあ取りに来てくれるんですね、情報。で、スタンバイには掲載されると。こういう仕組みです。で、データフィードに関しては、こちらから、この求人情報を載せてほしいってデータで送るんですね。そのデータには、原稿の内容だったりとか、お仕事の条件書いているんですけど、それ通りにスタンバイで掲載されると。まあ、二つ方法がありますよということですね。まあ、ということでですね、スタンバイというサービスの概要は、こんな感じで一旦終わりたいかなと思います。スタンバイというふうに検索すると、もうすぐ出てきますので、実際にですね、見て、触っていただくと、どんなサービスなのかもっとわかりやすいかなと思います。次に、スタンバイに48億の価値はあるのかどうかというところですね。まず、スタンバイさんの今の競合ってこれどこかというと、まあ、ナンバーワン圧倒的に今、インディードですよね。で、おそらくナンバーツーが求人ボックスで、ナンバースリーがスタンバイと、こういう順番になってるんじゃないかなと、わかんないです。わかんないですけども、個人的に考えているというところですね。検索順位を見てみると、まあ、これ裏付けになるのかなと思っていまして、これ調べてみました。まずキーワードは、神奈川でこれ調べてまして、神奈川、職種、家庭教師とか塾講師とか、ビルメンテナンスとか、もういろいろ営業とかですね、いろいろこれ入ってます。次に雇用形態ですね。神奈川、職種、雇用形態。この3つをいろいろ組み合わせたキーワードの Google 検索の順位を表にしてます。まあ Yahoo はですね、スタンバイさんがまあきっとほぼ上位を占めるんだろうと思ったので Google にしているんですけれども、この表はスタンバイさんが1位のキーワードの順番から並べてます。で、これを見てみるとですね、家庭教師、塾講師、コンサルタントとか、このあたりはスタンバイさんが1位を取っているんですけれども、まあ、どんどん下に行くにつれてですね、インディード求人ボックスに順位が負けていくキーワードが増えていくと、まあそんな構成なんですが、全部で87キーワードこれ調べてまして、その平均順位が、この右の平均順位と書いてあるところなんですね。インディードが 3.2、求人ボックスが 5.1、スタンバイが 11.7 位なんですね。なんでやっぱり検索順位を見ても、インディード、求人ボックス、スタンバイとこういう順番みたいです。こういうサイトっていかにキーワードを幅広く上位を取れるかで流入数が決まるはずで、その流入数が広告成果を返す指標になるはずなので、流入数が多ければ多いほどお客さんもいて、売り上げが立っていて、広告成果もいいとなるはずなので、まあやっぱり順番はインディード、求人ボックス、スタンバイ、今のところはですね、なんじゃないかなと思います。はい。そしたら、スタンバイ全然ダメじゃんというと、そういうわけではないんですね。これ見ていただくとわかる通り、全体の平均では負けているんですけれども、一部の順位では、インディード、求人ボックス抜いてますよね。そして、このスタンバイみたいにアグリゲート型サイトとかって言ったりするんですけれども、まあ、複数のサービスをまとめているようなもの、コンテンツが豊富なもの、様々な求人サイトの求人がスタンバイには今掲載されてるんですね。
まあ、ネット上の求人ほとんどっていうと語弊があると思うんですけれども、まあ、かなり幅広い範囲をカバーしてると思うので、そういうものって Google で今すごい評価されやすくてですね、検索エンジンの順位も上がりやすいんですね。ということを考えると、これからも全然順位って上げていけると思いますし、なんなら別に射程圏内だと思うんですね、あの残りの競合のサイトも。ちょっとインディードさんとも知名度が高すぎるのでなかなか勝てないかもしれないんですけれども、少なくとも検索順位においてはですね、いける可能性全然あると思います。さらにですね、このスタンバイさんの強みとして、 Yahoo の検索エンジンでは確実に上位を取れると、もうこれ最強の強みがありますので、まあこれを加味するとですね、全然ダメかというと、まあそんなことないですよね。これからの伸びしろ考えると全然戦える位置にいると思うんですね。ちなみにこのスタンバイアグリゲート型サイトというのはどれぐらいすごいかというところなんですけれども、今求人サイトでまあ一番有名なのってタウンワークさんだと思うんですね。でこのタウンワークさん、4月5日の時点で全国掲載件数64万4千件なんですね。で対してスタンバイさんどれぐらい求人原稿があるかというと、これちょっと確実に言えるようなところを探してきたんですが、検索エンジンのディスクリプションですね、これ書いてるのが1000万件以上の求人を探せる検索エンジンですと。10倍以上あるわけなんですね、タウンワークさんよりも掲載件数が。まあ、これすごいですよね。まあ、あとはこれがですね、検索エンジンからまあどう評価されていくかというとこなんじゃないかなと思います。はい、次にですね、スタンバイさんの売り上げがどれぐらいなのかというところなんですけれども、これ公開されてないので全くわからないです。なので競合から推測をしていくしかないかなと思うんですけれども、こちらの動画でですね、まあ、価格コムさんの求人ボックスのサービスの売り上げを江本が上位の測定によってですね、予測出してます。まだ見てない方はですね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、ここで大体ですね、年間25億から30億ぐらいの売り上げなんじゃないかと予想をしています。でスタンバイさんもですね、ここまで、まあ、行くかもしれないですよね。近いところまで行けると思いますし、現状例えばこれの半分だったとしても、まあ、12、3億から15、6億まであるわけじゃないですか。となると、まあ、48億という数字って、まあ、それぐらいの価値ってありますよねって僕は思うんですね。Yahoo 検索エンジンにも上位表示ができる、ここはもうがっちり提携しているので、まあ、全然十分あるんじゃないかなというのが僕の今回の結論になります。まあ、実際いろいろですね、スタンバイさんの方もシステムもっと使いやすくしたりとかですね、改修されていると思いますので、個人的にも今後もっと広告が成果が出る上がるような施策がしてもらえるように、使いやすくなるように非常に私自身も期待しているというところになります。それではこの動画が良かったという方がいらっしゃいましたら、高評価コメントお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。